ケネス・クロンホルムはアメリカ合衆国出身のサッカー選手。シカゴ・ファイアー FC 所属。ポジションは GK。2003年に VFL ・ボルフスブルクのユースチームに加入。2004年よりリザーブチームに昇格。チームはオーバーリーガナルト優勝を果たしたが、クロンホルムに出場機会はなかった。2005年1月 FC ・カール・ツァイスイエーナに加入し、 2004から05シーズンのオーバーリーガノルドストで優勝したが、ここでもリーグ戦での出場機会はなかった。その後、2005年7月にボルマティア・ボルムスに移籍し、オーバーリーガズユートベストで5試合に出場した。2006年7月、レギオナルリーガのフォルツナ・デュッセルドルフに移籍し、2006から07シーズンに13試合に出場して、チームの第一キーパーとなった。 しかしその後、超快適理由で、レギュラーの地位を失い、2007年夏にレギオナルリーガのライバルである FSV フランクフルトに移籍した。2007から08シーズンのウィンターブレイク中、イップスウィッチタウン FC とハンザロストックのトライアルに参加した。その後、後者と2009年6月までの契約を結んだ。2009年夏にロストックとの契約が満了した後、 レギオナルリーガの SV やイントラハトトリーアに加入した。翌シーズン、ゴブリーグの SV バルトホーフマンハイムに加入。2011年1月、トライアルを経て SSV やアンレーゲンスブルクに加入した。しかし、わずか6ヶ月後の2011年夏に契約を解消した。2011年8月5日に、オーバーリーガバーデンビュルテンベルクの VFR マンハイムと契約を結んだ。1年後、ザールラント地域リーグの SV エルフエアスベルクに移籍。クラブはプロリーグである3リーガー昇格を果たした。2013年7月20日、SV ラルムシュタット98戦でプロデビューを果たした。2014から15シーズンにホルシュタイン・キールに移籍。2016年6月30日までの契約を結んだ。 2019年5月上旬、メジャーリーグサッカーのシカゴファイアー FC に加入。契約は2021年12月31日までで、さらに1年間の延長オプションが付随している。アメリカバージニア州にて、ドイツ人とアメリカ人の両親のもとに生まれ、ドイツハイデルベルクで育った。VFL ボルフスブルク 2FC カール・ザイスイエーナ。ありがとうございます。